共に歩む世界への再起戦。家族みたいな感じなんで、会長もジム作って、初めての日本チャンピオン、初めてのプロチャンピオン、初めての世界チャンピオンで、本当に2人でこう強くなっていったというか、気づいていった感覚はありますね。イーグルアイ岩佐良介。ジム作ってすぐですね、はい、来たのは岩佐が中学2年生の終わりの頃ですね。やっぱり岩佐が強くなることによって僕もトレーナーとして自信つきましたし、まあ、岩佐の存在っていうのはジムにとってはやっぱ大きかったし、トレーナーの僕としても大きかったですね。それは、はい、すぐ世界チャンピオンになれるような選手だとも自分の中で思ってなかったんで、見えてきたのはやっぱり山中さんが世界取った時じゃないですか。まあそれなりの試合して僕はもちろん負けちゃったっすけど、その次の試合で世界チャンピオンになったんで、あ、このレベルなんだ、見えてきたっていうのは実際あったっすね。最終回岩選手が取ってたらもうドローみたいなポイント差でしたから、本当に目も良くてパンチが見えにくかったですね。打たせずに打つというスタイルを確立してましたね。まあアフマダリエフちょっと押され気味ではあったんですけど、あの後からの岩選手を見たかったんですよね。このままフェードアウトなんてしたくないと思ったんで、ちゃんと死にたいなっていうところも含めて再起は決めた感じですかね。4年半ぶりの日本での試合もあるんで、ずっと応援してくれた人たちの目の前でできるっていう嬉しさというかはありますね。再起の相手も含めてですけど、文句なしでしょって思う選手だとは思ってます。フィリピンの大和魂ゼネシスカシミセルバニア。セルバニアこっち来た時は23歳じゃなかったかな。フィリピン時代からうちの選手たちとも僕とも交流があったということです。I like them. They're good. Me, people. Good. First of all, I would like to thank manager Kashimi for give me a chance to fight. I was a good technical boxer, but I have a game plan for him. まああの動物的スピードじゃないですか。まあ一筋縄じゃいかないところですから、ね。そう簡単じゃねえから本当に気合い入れて集中していかないとです、ね。もうズグズグズやるつもりなんか一切ないんで。負ければやめるっていう気持ちですし、もう覚悟は決まってるんで、最終章って感じですかね。僕の魂の試合、戦いを見てほしいですね。再び世界へ生き残れるか。メインイベント、岩佐良介 VS ゼネシスカシミセルバニア。